ブエルター・エスパーニャ2017は、ブエルター・エスパーニャの72回目の大会である。2017年8月19日から9月10日まで行われた。太字は UCI ワールドチーム、中字はプロフェッショナルコンチネンタルチームブエルタ史上3度目のスペイン国外スタートとなった。初日のチームタイムトライアルでは、BMC レーシングが前評判通りの強さを見せつけ、優勝。ロハン・デニスが毎夜ロフォを獲得。続く第2ステージでは、イブ・ランパールトがロングスパートで逃げ切り勝利を飾る。早くも山岳ステージとなった第3ステージでは、胃腸トラブルなどでラファウマイカや、今大会限りで引退するアルベルト・コンタドールら、有力選手が遅れてしまう。それをはためにツール4勝のクリス・フルームがアタック。追いつけたのはエステバン、チャベスのみだったが、下りでロマンバルデとファビオ・アルも合流する。しかし、牽制が原因で後続に捕まってしまう。ステージ優勝は残り300メートルの早駆けで、ライバルたちを引き離したヴィンチェンツォ・ニバリが獲得。遅れたランパールトに代わりフルームが、毎夜ロフォに。真っ平らなコースレイアウトである第4ステージでは、ゴールスプリントでオリカ・スコットへの移籍を決めているマッテオ・トレンティンが、優勝。これによりトレンティンは全グランツール区間優勝達成者となる。翌日に行われた第5ステージの頂上フィニッシュでは、アレクセイ・ルツェンコが独走勝利。メイン集団は、コンタドールを先頭に、フルーム、チャベス、マイケル・ウッズと続いてフィニッシュ。第6ステージは逃げ切った3名によるスプリントで、ベテラン、トマシュ・マルチニスキが優勝。キャリア最大の勝利を挙げる。続く第7ステージでは、ジュニアと U-23 時代にそれぞれ世界チャンピオンになりながら、ここまで目立つ活躍ができずにいたマテーモ・ホリッチが、独走勝利をつかみ取る。第8ステージでは、第5ステージから4ステージ連続の逃げ切りが決まる。昨年のツールで見せた走りが記憶に、新しいジュリアン・アラフィリップが、ヤン・ポランツとマイカを下し優勝。メイン集団からは、コンタドールがアタック。直後に、フルームがカウンターアタックを仕掛け、2名が抜け出す展開に。そのまま、コンタドールとフルームは逃げ切って、リードを奪うことに成功する。第9ステージのクンブレデルソルへの頂上フィニッシュでは、2年前には、トム・デュムランが、ゴール前で、フルームを抜き返して優勝したが、今回は、毎夜ロホの、フルームが他を圧倒。ポイント賞でも首位に立った。第10ステージでは、トレンティンが、ホセ・ホアキン・ロハスとの一騎打ちを制して、ポイント賞首位を奪還。続く、第11ステージは残り 1km アタックを決めた、ミゲル・アンヘル・ロペスが優勝し、総合10位へ浮上。フルームは14秒遅れのステージ2位に入りリードを拡大した。翌日の第12ステージは、マルチニスキが鮮やかなアタックを決め独走し、2勝目を挙げた。マルチニスキが歓喜に包まれる一方、毎夜ロフォのフルームは2度落ち者。アタックを決めメイン集団から逃げ切ったコンタドールや、ニバリ、チャベスなどからタイムを失った。アンダルシア山岳に連戦の前日に控えた第13ステージ、途中でオマール・フライレが体調不良を理由にレースから離脱。山岳賞最有力候補が去り、ディメンションデータは残すところ3人となった。最終スプリントでは、ポイント賞のトレンティンが、スプリントで負けなしの3勝目を挙げるも、チームの総合エースである、ダビド・デラクルスが分断により7秒を失った。翌日第14ステージは前半戦の胃腸トラブルで、総合成績を諦めざるを得なかったマイカがシーズン4勝目を飾る。後続は、ロペス、ニバリ、フルームと続き、ニバリは、ボーナスタイムで、フルームとの差を縮めることに成功。第15ステージではロペスが鮮やかに逃げ切りを決め優勝。フルームは暫定総合2位のニバリとの差1分1秒で得意のタイムトライアルに臨むことになった。今大会唯一の個人 TT の第16ステージではフルームが圧勝しニバリとの差を1分58秒にまで広げた。しかし、ロスマチュコスへの頂上フィニッシュとなった第17ステージ、最後の上りで、フルーブはアタックを仕掛けたコンタドールや、2馬力の先行を許してしまい、ステージ優勝したシュテファン・デニフルに続き28秒差の、ステージ2位に入ったコンタドールからは1分24秒、2馬力、ザカリンラから42秒差を縮められてしまった。それでも、翌日第18ステージには、フルームは2馬力を19秒引き離すことに成功。ステージ優勝はプロ8年目にしてようやく初勝利となったサンデル・アルメイが獲得。第19ステージは、トーマス・デ・ヘントが逃げ集団のスプリントを制し優勝。ロッド・ソーダルは4勝目を挙げた。アングリルへの頂上ゴールとなった第20ステージ、アングリルの一つ前のコルダル峠の下りで、コンタドールがアシストのハルリンソン・パンタノと共にメイン集団から先行し、アングリルの上りで逃げ集団に合流。そして残り 5km でコンタドールがついに単独先頭に立つ。メイン集団からは2馬力がちぎれ気味になったところで、フルームがアタック。アシストのワウト・ポエルスも追いつき、コンタドールとの差を縮めていくが、コンタドールには届かず。現役最後の山、アングリルで、コンタドールは優秀の美を飾った。最終ステージでは、トレンティンが4勝目を挙げた。フルームは、無事にフィニッシュし、史上初のツール・ヴエルタのダブルツールを達成した。ありがとうございます。